なんてこった!ほいほい、ヤモリフミです。BGM ってあるじゃないですか。YouTube に動画を投稿していると、フリーの BGM を使うことがよくあるんです。例えば、こんなのとか、他にも、こんなのとか。これって動画には大切な要素なわけなんですよ。そして、表現力ってあるじゃないですか。辛いものを食べたら、視聴者さんに辛さが伝わりやすいように、辛いってリアクションを取るとか、この表現力も動画には大切なんですね。はぁ。左手に BGM、右手に表現力。合体!いや、演技力!リバース BGM 面接!わー!今回は次々に切り替わる BGM の雰囲気に合わせて、なんてこったーっていうリアクションを取るっていう企画を思いついたんですけど、今回はそれにさらにひねりを加えて、BGM の雰囲気とは真逆の気持ちで、なんてこったーって叫ぼうと思います。例えば、楽しい感じの BGM が流れたら、逆に悲しく、なんてこったー。他にも、気が緩んだ感じの BGM が流れたら、逆に真剣に、なんてこったーです。では参りましょう。演技力リバース BGM 面接スタート。なんてこったー。なんてこったー。なんてこったー。合体なんてこったー。Repeat after me. なんてこった。なんてこった。はっ、なんてこった。なんてこったー。破滅させてやる。は、早く離れるんだ。なんてこった。なんてこったー。はい。という感じで、演技力リバース BGM 面接やってみました。変な遊び考えるのは好きなので、しばらくしたらまた何か考えてやってみたいなーって思います。ってな感じで今回はこの辺で、バイバーイ。